ピーマ TV、YouTube、そしてニコニコ動画をご覧の皆様こんばんは、ヘイテンくんです。今回は埼玉県埼玉市西区にございますマルハン西岸寺店さんに来てます。はいね、埼玉県にあるマルハンさん、結構いろんなとこ行ってるんですけど、こちらの西岸寺店さんは初来店。はい、なんでね、ちょっとどの機種が強いのかとか全くわかんないんでね、これからちょっと、入店入店しますけど、私ね、今日3月の23日、3月1日に盲腸になりましたね復帰してはずの閉店くん撮影なんでね、覚えてるかな、体が覚えてるかちょっと不安なんですけど、早速店内に行っていい台探しに行ってみたいと思います。入店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 、やってきましたマルハン西岸寺店さん。それでは早速店内データ見に行きましょう。端から行きましょうかね、端から。失礼します。こっから先はパチンコか。はい、お、いきなりアクロス系、バラエティー、ゴスロじゃないよな、バラエティーだね、うん、ノーマルタイプが多いですねこの辺。ここまでか、ゴーゴージャグラーが1台ポツンとありますけど、ちょっとデータ弱いかな。バラエティーですね、マドカの絵、マドカの絵どうですか、これどうやって見るんですか。メニュー決定1900。あー、ちょっとビッグに偏ってるからプラスだけど、合成はちょっと良くないね、うん、残念。あー、どうも、えいえい、ありがとうございます。凱旋もなかなかね、30回24回とかね、グラフはちょっと下から上がってますけど、24回、ね、32っていうのもありました。はい、でこっから絆か、54の25、まあ閉店くんなんでいつも通りノーマルタイプコーナーね、見ていきましょうか。ジャグラーコーナー26の21、合成133分の1、うん、でもお客さんが売ってます。あー、ファンキージャグラーもいい台あったね。あ、ファンキージャグラーもパラパラと、パラパラって言い方も失礼ですけどね、ありますね何台か。こちらのマイジャグラー3が25の24、49回ね、すごいね、33の35、107分の1、お隣が29の31と、すごい強い台お客さんが売ってます。はいはい、あ、まだ ATRDK あるんでね、紹介していきましょう。あ、あとこっちにもジャグラーコーナーあるんだった。すげえジャーニーしてるのあった。はい、64ジャーニーじゃねえや、59ジャーニーかね。ビッグが5回ね。お、こちら寝台のカンフーレディ136分の1、お隣が21の23。おー、すごいね。いやー、打ちたいな、打ちたいけどね、稼働してますね、いつか打てるかな。うん、はいはいはい、お、すごい台あったよ満枚です、なんと156の5、すごい満枚です。正宗おめでとうございます。あー、ゴゴジャグラー27の30、116分の1です。すごい、もうこれ取りきれない。マドカマキカ液晶7331枚、ラスト766件、ね、もう取りきれないねこれね、うん。スーパーミラクルジャグラーが、ね、13の13、試行回数少ないですけど118分の1、うん、ということでちょっと空き台は強い台がない、ないので待ちましょう。なんかパチンコですごい台とかあれば紹介したいんですけど、あるかな。最近人気ですよね、シンフォギア、ね、いっぱい入ってる、大人気、すごいよね。もう今やめてきましたけど、47 14分の1、確変43回、すごいね。お、カンフーレディ流したね、弱い方か、ただ打ったことないんだよね
ちょっとどうかな30分ぐらい、あ、30分じゃない、10分ぐらい。いやーでもな、叩かれたら嫌だからないやでもジャグラー開かねえんだもんな、どうしようかな。ジャグラーが開けばね、ジャグラー打つんですけど、あれ55はいたかな、ポツンとある55。あ、行きました。なんかコイン流してるなと思ったんですけど、400ハマっちゃったんだ、辛いねこれね。せっかくいい感じだったのに。117分の1、27の30、文句ないでしょ。見つけちゃった、たくさん時間あるんですけど見つけちゃったんで、こいつで行ってみたいと思います。えいえい。はい、ということで久々の閉店くんで、選んだ台は北西さんの高校ジャグラー。こいつを見逃してたらチーパーだったねおそりパッチャース、完全告知、完全後告知だね。はい、ずるっときたね、うん、あー懐かしい、閉店くん懐かしいな。いやーね、もう超大変だったわ。まあね、3月1日にまあそのもう2、3日前ぐらいからなんかちょっとね、この右の方がすごい張ってんなっていう感じで、いや筋肉痛かなと思って、まあでも痛いっつってもそんなこううずくまるような痛さじゃなくて、本当鈍痛というか、なんかちょっと鈍い、あ、いててててぐらいの感じだったんですよ。でちょうど3月1日にちょっとね、まあやることもなかったんでちょっと病院行ってみようかなと思って行ったら、盲腸ですね、いやーこれもう手術しないとみたいなこと言われて、あーじゃあちょっと僕仕事もあるんで何日後に来ればいいですかみたいなことを言ったら、いやもう今すぐ切るよみたいなみたいな、心の準備もないまま手術室に連れていかれて麻酔打たれてパクッもう気づいたら終わっててベッドの上みたいなね。ということで本当にちょっと何店舗かね、もう事前に撮影とかね、来店くんとか決まってたんですけど、本当ご迷惑おかけしましたまたね頑張りますんで、どうかよろしくお願いいたします。うどう、なんか昔はね、たまにこう学校通ってるとあの子が盲腸になったとかね、たまにこう聞くことあるじゃないですか。俺も盲腸になったりするのかななんてね、不安だったんですけど、もう大人になってだいぶ経ってましたから、まさか自分が盲腸になるとは思ってもみなかったです。本当に気をつけてくださいね、本当40過ぎてもなりますから。はい、グダウ、いいよ、あ、いいね、まだ粘ってますよ、まだ50枚、お、いいね、ちょっとこう懐かしい感触を楽しみながら、残念一本じゃ引かなかった追加投資、まあ、時間もあるんでね、1000円ずついきましょう。だからなんかね、盲腸、そうですね、まあ、また盲腸の話に戻っちゃいますけど、本当にそんな激痛とかなかったんですよ。本当なんか張ってんなーぐらいの、おお、よかった、やった、張ってんなーぐらいでやりました。うい、バケなんだねチェリーバケいいじゃないですか、挙動が、はい、だから本当に張ってんなぐらいで、だからぜひね、皆さんも同じような症状だったらちょっと一回ね、右側ですからね、あんまりにもちょっと痛みが取れないような感じだったらちょっと病院行ってみてください。本当にね、もう何もなければね安心できますから。はい、
やりましたね、バケでしたね。さあさあ頑張っていきましょう。いい台ですから。はい、お時間まだ20分あります。HKM のチャンス。残念。いやでも久々にゴーゴーランプ見れて嬉しいです。さあ2回目いこう。2回目、お、今日最大、お、今上見てて今日最大3035枚なんですよっつってパッて見たらバーバーでした。3枚掛けしちゃった、もったいね。まあまあよかった。ジャグレネス9、またチリ同時当選ね。9ですよ。あ、これこうやっても意味ないのか。負けなんだ。まあ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 いいじゃないですか。今日最大3枚が3035枚です。いいね。ね、バケに偏ってるけど合成がね117とかなんで。はい、ラストプラスですよ。しげー、ブラシャンチャンス。残念。今回撮影に協力していただいたこちらマルハン西岸寺店さんの宣伝をちょっとだけ。まあね、パチンココーナーは最近もう大人気のシンフォギア、こちらの方増大されて、あとは近江物語方が、26台設置、結構土管入ってますんでね、シンフォギア、そしてね海物語大好きな方はこちらの西岸寺店さんね遊びに来ていただきたいと思います。スロットコーナーはやっぱジャクラかな。やっぱシリーズですけど、まあ、設置台数一番占めてるのはまあジャグラーなんで、今日もなかなかね、台選びした時なかなかいい感じの台が何台かあったんでね、まあ、ジャグラーじゃないですかね。あとねご飯時もありますんでね、ぜひお近くの方は大型駐車場完備してますんで、こちらのマルハン西岸寺店さんに遊びに来ちゃってくださいということで、なかなかねいい感じで5号ランプ光るんですけど、この後ピッコ引いてね、あのセリフを言えるのかプラスになるのか最後までご覧ください。いやでも病気はあんましたくないね本当に。まあ本当にお仕事をいただいてるホールさんがね優しいホールさんなんで、あ、しょうがないねって感じだったのかな、わかんないですけど。いやまあ張ってでも来いって言われたらどうしようかなと思って。明日回転くんなんですよ。しかも新潟で。鬼だよね、今から車でこれ終わったらもう今から関越乗って新潟行くっつうんだから、ほんとうちの営業頭おかしいよな。さあ、ゴーゴーランプは2回見れましたね。ゼロペカはない。あとは勝ちですね、勝ちを目指したい。ましてやこんないい台に座れてるんで、もう間違いなく5、6でしょうね。ここまでいくともう6かなって感じですよね。いや幸せですよね、またこうやってコイン入れてレバーを叩いてスロットが打てるなんてね、よかった。あら、若年しなかった、100回転超えました。おお、よかった、もう増しないね。133回転。ビッグだろそこは。27の33になっちゃったよ。
入院してもレギュラー病は治りませんね、うん、盲腸取っても虫垂取ってもレギュラー病は治んないフ1対1なんだけどな。ええしげーブレジャーチャンス。ブドウ運悪く3回レギュラーを4回目もあるかもしれないね。朝一だったら嬉しいですけどね、この挙動は。閉店間際はね、もういいんですよね、ビッグで。甘くはなかったな。飲まれた。甘だった。これで飲まれた。残念、セカドウ3本目です。優しくない。退院したばっかりなのに。最近何かあったかな。最近そうですね、回転くんやって、先日あのマリモさんの番組にゲストで、ね、出させていただいて、友達が少ないから連れ打ちして友達を作ろうという企画に呼んでいただいて、私もあんま友達いないんですけど。ライン交換しましたよ。はい、追加と4本目。もう時間ないよ。あー、いつだってもおかしくない。あーあー、今端から読みにかかってます。光っちゃえばいいんだよ。気づかないふり。ああ、うっとです。残念。マジか。投資が200万ですね。か。残念。こりゃ負けたです。なんと午後ランプ3回も光らせてね。負けました。えいえい、チャラチャラ。何枚だ。29枚。はい、ということで盲腸からの復帰一発目、閉店くん、なんと29枚。むねむね。はーい、実戦終了。実戦終了ということで、今回こちらマルハン青岩辞典さんで実戦した騎手は、北電子さんのゴーゴージャグラー打ちまして、投資が200枚、獲得枚数、いや使い切れなかったコイン、いや獲得したって言わせてください、3回も引いたんですから。はい、マイナス29枚でマイナス171枚ですむね。いやね、3回光らせたんですけどね、チリ同時重複が2回の、単独が1回、すべてバケなんだね、バケなんだね、バケなんだねということで3連発食らってしまいました。まあでもね、こればっかりはしょうがない。もういい台座ったらやっぱ打って回すしかないし、逆もありますからね、ビッグ3連チャンっていうこともあるんですけど、いやー、退院復帰一発目、ジャグラーは俺には優しくなかったな。いや、そんなことないか。まあ3回光りましたからね。うん。ということで、まあ5号ランプ3回見れたのはすごい嬉しいです。はい。ということで、結果ね、マイナスになってしまいましたけど、またね、引き続きいい台掴んで、プラス目指して頑張っていきますんで、応援の方よろしくお願いいたします。えいえい。